私は英語があまり得意ではなくて、でその英語の力をつけたくてどうしたらいいかなって友達に聞いたら、とりあえず喋るのが手っ取り早いよって言われて、なんか英語が喋れそうなところを探していろいろ出てきたんですけど、高校に入ってから SDGs について学ぶことが多くなって、それで SDGs にも興味が出てきていたので、このグローバルキャンプに参加しました。現地の海外の人とか、日本の同じ徳島の高校生の人とかと英語で喋ることです。やっぱり英語の聞き取りがまだまだ全然できないなということでした。人によってすごい、あ、この人のは聞き取れるとかはあるんですけど、シンガポールの英語がすごいなんか聞き取りにくくて難しくて、だんだんと聞き取れるようにもなってきているので頑張りたいです。まずZoom でこのグローバルキャンプに参加するまで、ブレイクルームとかいろいろそういう Zoom の新しい機能知らなかったので、あ、意外と Zoom にでもできるんだなっていう新しい可能性を感じることができました。逆に今リアルでやりたかったなっていうのは、例えば他の参加している人たちとかと話しかけに行ったり、そういうのがリアルの方がしやすかったので、仲を深めにくいという点では Zoom はちょっと劣ってるかなと思いました。はい、まだやっぱり至らぬ点があったので、もう一度再挑戦して次はもっと完璧にしたいなっていうのと、楽しかったから他の子にもちょっと進めてみたいなと思いました。学校での SDGs 学習はまだまだこれからも続くので、その今回のグローバルキャンプで得た SDGs についての知識を学校でも活かしていきたいなと思います。外国語学科に進学したくて、その外国の人と交流したり、英語を使ってそのスピーキングしたりする経験っていうか、キャリアが欲しくて参加しました。中学校の時にイングリッシュキャンプに参加したんですけど、その時すごく楽しかったんですよね。その経験があったので参加したいなって思って参加しました。楽しみなことは、もちろん現地の人として、そのお互いに自己紹介したり趣味の話したりするのがすごい楽しみです。感じたことは、その出身国だったり、その人種によって全然発音が違くって、中国の方の英語がすごく訛りがあって聞き取りづらかったんで、そのもう一回言ってくださいとか何回も聞いてしまいましたね。オンラインで良かったことは、個人個人下に名前があるじゃないですか、表示されるので、なんとお名前でしたかとか、名前が呼べなくて気まずくなったりとかはしなくて良かったなって思うんですけど、たまにそのネット環境が悪くて、その映像が途切れたりとか、相手の言ってることが聞こえなかったりすることがあるので、それはちょっと難しいなと思いますね。受験の時にアピールポイントにもちろんなると思うし、もちろんその海外の人と会話した経験とかも、その自分自身のこう積極的なところをもっとグレードアップさせていったりとか、話すこと、英語で話すことの経験を積むってすごい大事だと思うので、海外で仕事ができるようになった時とかの、そのキャリアにつながるかなってすごい思ってます。英語自体以外にも、その向こうの文化とか気候の話とか、例えば秋がなくて、そのシンガポールの方は黄色とか赤になったモミジとか、そういう紅葉した葉っぱを見たことがないから羨ましいという話をしてくださって、あ、そうなんだっていう、全然思ってもなかったような違いが分かったりとかしたところも良かったですね。できれば来年もこういう経験できたらいいなって思うんですけど、受験があるので、後輩とかにどんどん進めていきたいと思いますね。本当にやってよかったって思ってるので、他の人にもしてほしいなと思いますね、こういう経験を。
教えていただいて、とても良かったんですけど、やっぱりこうみんなと直接関わって、最初は学校のポスターで存在というかあるのを知ってたんですけど、先生に勧められて、実際にこういう経験を積んで海外の人と話すことができれば、その将来大学とかその後の社会とかでも活かせるかなと思って、はい、参加しました。グループディスカッションです。実際に現地の学生の方と結構深い内容、 SDGs であったりコロナであったりのことを英語でディスカッションできるのがすごく楽しみ、すごく興味深いと思っています。イントネーションが結構癖があるので、ちょっと聞き取りにくかったりっていうのは難しいですけど、じゃあそういうところが生の英語っていうことで、日本の訛りもあるし、シンガポールの訛りもあるし、そういうのを感じれるのはすごく良かったかなと思います。はい、良かった点で言ったら、家から参加できるので手軽に、時間もあんまり気にせず参加できるのかところは良かった。逆にあんまちょっとなっていうふうに思ったのが、やっぱりズーム越しカメラ越しだと、ちょっと生のリアクションだったりが感じ取りにくかったり、顔の表情であったりがちょっと分かりにくいので、ちょっとこう喋りにくいというか、そういうのがあったかなと思います。はい、もちろんそれはこういう外国の方とディスカッションする機会っていうのは、もう高校に通ってるだけでは絶対ないことなので、こういう珍しい機会っていうのはぜひ参加して自分の経験とかっていうのを深めてもらえたらなと思うので、おすすめしたいと思います。大学入った後に留学であったり海外の人とコミュニケーションする機会っていうのが出てくると思うので、そういうところに活かしていきたいっていうふうに思います。